優勝した帝京大学の選手たち第48回全国大学ラグビーフットボール選手権大会は2011年12月18日から2012年1月8日にかけて開催された全国大学ラグビーフットボール選手権大会である。帝京大学が3年連続3回目の優勝を果たし史上2校目の3連覇を達成した。

チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム,チーム2早稲田大学、明治大学、筑波大学の3校は、関東大学対抗戦では、同率2位であるが、大学選手権への出場は、総得失点差により、早稲田大学を2位、明治大学を3位、筑波大学を4位扱いとする。関東ラグビーフットボール協会2011年度各。 リーグ別試合結果関東大学対抗戦 A。ありがとうございます。